使用ガスメーターの説明です。ここにローストレベルコントローラーって書いてありますけれども、これは前にクエスト M3 をコントロールするために作ったものですけれども、今は使ってませんので、CO、一酸化炭素濃度を測定する装置として使ってます。まず背面のパネルですけれども、こちらにインとアウトっていうチューブが出てますけど、パイプが出てますけれども、イン側で、ポンプで、空気を吸い込んでですね、その中にある一酸化炭素濃度を測定します。アウト側で排気します。まあ、何も繋がないで、塞がないようにしてください。で、測定が終わりますと、まあ、測定の前もそうですけれども、測定期間以外は、イン側から排気します。って言いますのは、アウトで吸い込んで、外の空気を吸い込んで、イン側で排気します。これ何をしているかと言いますと、センサーボックスの中の空気を入れ替えて、次の測定に備えるために、インとアウトの逆に空気を動かしています。ここが USB ポートです。この USB ポートで、ロギングデータやグラフ書いたり、PC にデータを送るためのポートになっています。ここは何も繋がないでください。これはサービス用のポートです。で、前面のパネルを見ていきましょう。ディスプレイと、これディスプレイとダイヤル。このダイヤル押すとスイッチになってますので、押しボタンスイッチにもなります。それからここは電源スイッチ。まず電源を入れてみます。電源入ってしばらく経ちますとメニューが出てきます。今回使えるのは、この CO ガスモンというモードとコンフィグというモードです。まずコンフィグをやってみましょう。コンフィグに矢印を合わせて一回ボタンを押すと、明るさの調節、今明るさの調節ですね。明るさを調節できます。まあ、適当なところで、また押すと確定します。あとアナウンス。これ英語のアナウンスしかないんですけれども、ちょっとうるさいなと思ったら、小さくすることができます。大きくするとかなり大きくなります。まあ、適当なところでボタンを押すと確定します。次はビープ。これピッピッピッっていう音を鳴らすか鳴らさないか。これビープオンの状態。ダイヤルを回すとオフになります。まあもう一回回すとオンになります。オンの状態で確定させるときは、ここでプッシュ。で、この3つの設定ができます。で、これを、この内容をセーブするときはセーブコンフィグというところにダイヤルを合わせて1回プッシュすると、ここでセーブして、次電源立ち上がった時も使えるようになります。同じ設定で帰ってきます。で、使用ガスモンというモードに入りますと、これが使用ガスモニターになります。で、今、秒数がこのところで進んでますけれども、30秒間は、外気を、先ほどのパイプのところから外気を取り込んで、センサー周りの空気をきれいにしています。で、30秒経過しました。で、ここからあと10秒間はですね、センサーの値がプラスマイナス少しずれている可能性がありますので、バランシングをとっています。それで今40秒目になりました。ここで、実際の計測をスタートします。それで計測すると一体どういうことが起きるかって言いますと、今適当なガスをもうこの中にちょっと作りますね。ちょっと濃いガスを入れて。
ちらの方に入れてみます。で、どん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 数字が上がっていきます。ある程度数字、まあ 5ppm を超える数値になってきますと、アナウンスメントが始まります。で、アナウンスメントは10秒ごとに繰り返します。まあ、先ほど言ったようにこのアナウンスメントうるさいなと思ったらボリュームを絞り込んでしまえば聞こえなくなります。で、今ですね、チューブが結構長いチューブがつながってまして、2メーターのチューブが、このフィルターの瓶からですね、使用ガスモニターの方につながってます。ちょっとこの状態で、まあ、使い方はもう分かったと思いますので、この状態で実際に何て言いますか、ガスをこの瓶に注入してからですね、反応するまでどのくらいの時間がかかるかを測ってみたいと思います。これはですね、先ほどガスを入れた時の波形って言いますか、グラフですね。で、それをもう一回やってみます。で、入れて、このグラフ1マスが10秒ですので、どのくらい乗ってくるか、10秒経過ぐらいしてから、だんだん上がってきましたね。38ppm。で、ピークになるのが、ここから始まって15秒目ぐらい、反応速度15秒ぐらいということになります。これをですね、まあ、このままでは、焙煎機の煙突のところに立ちませんので、もう少し太いケーブル、このケーブルっていうかチューブが、2メートルのチューブがあります。この2メートルのチューブを使うとどのくらいの反応速度になるかをちょっと見てみたいと思います。さっきガスが薄かったんで、もう少し濃いのでやってみますね。で、このチューブ非常に折れ曲がりやすいので、こういうふうに折れ曲がってしまうと、ガスが入らなくなっちゃいますので、常に気をつけてください。では、ここに、入れてみます。ちょっとタイミングのいいところで、ここら辺で行ってみようかな。もうちょっと。なんか次の縦線が出てきたあたりで。はい、行きました。10秒経過。12秒ぐらいからいきますね。ピークになるのが20秒ぐらいですので、反応速度20秒ぐらいと、この太いチューブを使った時と使わなかった時の差が、約5秒とか。5秒、10秒弱ぐらいの差があります。この太いチューブを使ったときは反応速度20秒ぐらい。太いチューブを使わないで、この瓶のところに直接入れたときは10秒ぐらい。それではですね、約2メートル、両方とも2メーターのチューブなんですけども、この細いチューブ、瓶を使わないでチューブの方に直接入れたらどうなるか。まああんまりやらないと思いますけれども、ちょっとやってみますね。ガスをちょっと作ります。で、細い方に入れます。っていうかこれ、実際に押し込んでしまうと、
問題なんで、この先のところでキュッとやってみます。次の縦線が出た時にやります。ちょっとバスが薄かった。すぐ来ましたね。数秒で上がってきましたね。今どのくらいのピークいったのかもう一度見てみましょう。グラフの方はですね、オンラインで動いてる最中でも、スケールを変えることができます。これで、縦方向の一メモリを今20になってましたけれども、100にしてしまう。100にしてしまうと、100, 200, 300, 400, 500, 600, 700ppm ぐらいまでいってますね。ちょっと混ぜ方が、いつも、同じというわけではないので、一緒になるかどうかわかりませんけれども、もう一回やってみましょう。すごい反応速度でしたね。ここで、次の縦線が来た時にやります。いきます。78ppm。5秒以下、3秒以下、3秒ぐらいですかね。3秒ぐらいで反応していると思います。あんまり濃くなかったですね。5ppm。というところです。それからグラフの使い方なんですけれども、こちらの方はですね、設定が、ちょっと一回ロギングを停止します。まず、コンポートの設定ですけれども、あらかじめコンポート番号を調べておいて、該当する番号を使っていただきます。これはUSB ポートをつないだときに、デバイスマネージャーで表示されるコンポートの番号になります。スピードは 9600bps、8ビット、パリティなし、1ストップビット。この設定は、コンポート以外は、コンポートの名前以外は、これ、この設定で固定して使ってください。じゃあ、チャンネル数。1個しかないんで、1チャンネル。で名前は、適当につけて CO、単位は PPM。これ何につけてもいいです。縦軸の値も、計測中も変更できますけれども、実際に見やすい大きさに。それから、オフセットですけれども、オフセットは、下側が0のところ一番下に来ると見にくいので、少し上に上げるようにしておけば見やすいと思います。そのためにマイナス20っていうのが一番下。で、少し上がったところで0というふうになります。ここは表示値とか、スケールを変える、ここでも変えられると思うんですけど、これはやめてもいいと思います。ここも垂直表示位置も特に変更する必要はないと思います。色は選択できます。これで OK。今、チャンネル数は1チャンネルしかありませんので、各チャンネルの属性つっても1チャンネルの属性だけをやってます。あと、横軸の設定ですね。これは、1マス何秒間になるか。実際サンプル数で表示してますけれども、ガスモニターの方は1秒1サンプルで出してますんで、実質、ここに入れた数字が、この一マス、横方向の一マスの10秒間、今10入れてますね、10秒間ということになります。
これでロギングをスタートするのは、このロギングというボタンを押していただいて、で、そうすると、エクスプローラーが開きますんで、まあ、適当なファイル名を使うか、既存のファイルに上書きするかをやってください。以上です。